皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今回は第4回スリワングランプリをボートの上でやってみたいと思います。ルールは簡単です。100匹釣って一番稼げた竿が優勝となります。エントリーナンバー4番トゥインクル釣り竿になります。こちらは釣りワングランプリをするために450スターで買ってきたんですね。ミニ魚が釣れるというだけであとは何も書かれてないんですよ。なので木の枝の竿と同じかなというふうに思ってたんですけれども、いい魚がバンバン釣れるんですね。糸切れもそんなにひどくはなかったので、この竿のポテンシャルはかなり期待できると思います。100回分の修理代の計算としては、修理代割る耐久値かける100で出すことができます。この釣り竿で言ったら100割る15かける100なので666スターが100回分の修理代ということになります。それでは結果発表してみたいと思います。結果は4355スターとなりました。ここから修理代を引かせていただいて合計が3689スターとなります。続いてエントリーナンバー1番魔法ステッキ釣り竿になります。こちらは今現在歴代1位です。かなり期待できる竿になると思います。一番の特徴としてはクラウンが釣りやすい、あとは伝説魚が釣りやすいんですね。クラウンというのは、基本的に値段が倍なので、かなり期待できる竿になると思います。ただやっぱり運なんですよね。先ほどのトゥインクル釣り竿もあれミニ魚が1匹でも釣れてたらダントツ1位になる可能性は全然ありました。ミニ魚というのは値段がとても高いんですよ。クラウンのミニ魚だったら1匹で1500円ぐらいいきます。なのでもし釣られていたら歴代1位の座を奪われてた可能性は十分にあります。それでは結果発表してみたいと思います。結果は5193スターとなりました。ここから修理代を引かせていただいて合計が3193スターとなります。エントリーナンバー3番アマチュアの釣り竿になります。こちらの釣り竿は前回の深い海で1位だったんですね。なので今回も採用させていただいてます。今回はですね、ゆうき X さんが隣で100回釣る検証を手伝っていただきました。本当にありがたかったです。これ4本1人でやろうとすると4時間もかかるんですよ。ですがゆうき X さんが手伝ってくれたので3本で済むことができました。本当にありがとうございました。結果は最後に発表しますので最後までご視聴よろしくお願いいたします。これからもですね、一緒に遊ぼうの動画をどんどん出していこうと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。どこかここで釣ってほしいという要望があればコメント欄にメッセージいただければ検証してみますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは結果発表をしてみたいと思います。こちらの釣り竿の結果は4033スターとなりました。ここから修理代を引かせていただくと2158スターとなります。ゆうき X さんがプロの釣り竿で釣ってくれた合計が4586スターとなりました。ここから修理代を引かせていただいて合計が2711スターとなります。ということで第4回釣りワングランプリの王者はこちらのトゥインクル釣り竿に決定いたしました。こちらが今までの総合結果となります。ご視聴ありがとうございました。